ということで、じゃあ郵便どんなのがあるのかな、どういう送り方をしたらいいのかなというので、まあ順番に挙げておきます。まあ段取りというのがありますんでね、こういうのも最初の方にね、あまり良くない例から出してきますよ。だんだんとね、これ使ったらいいんじゃないかなっていうのを出してね、最後にね、とっておきのを出しますよっていうことですね。まずはね、普通郵便スマートレート、まあこれが一番重いですよね。ちなみに郵便は今ね、これ増税して84円からか、25円から84円から。と定期以外が120円からとかってありますけど、どうなんでしょうね。バイトの面接とかでないければ、基本定型が郵便使った方がいいと思います。定型郵便を使っとるから落とされるだとか、そんなね、あれはないと思いますけど、もちろんその新証が、履歴書をそんなこちこちに折りたたんで、入れてどうなんとかって、そういうのとは別でですね、実はね、結構ね、例えば新卒採用とか、でも転職採用の方が多くなるかな、意外と書類って多くなるんですよ。履歴書もね、結構まあ紙分厚いじゃないですか。そこに写真も貼ってね、でそれにエントリーシートや何やらつけたりとかですね、職務経歴書とかですね、なんかアピールポイント書いた紙とか、さらに、セールス、例えば、何でしたっけ、添え状とかね、付けたいとかってなってくるとですね、ちなみに A4 用紙4枚ぐらいが確か 25g の、確か、目安というか、になってくるんで、そうすると意外とこっちね、危ないんですよね。定型郵便で送ると、意外と重量超過になる恐れがありますんで、重さはね、ちょっと気をつけた方がいいと思います。意外と履歴書関係を送るときには重くなってくるんで、まあ、定型以外の場合は、まあ、120円、まあ、100g の140円まででは大体収まるんじゃないかなとは思いますけど、まあ、企業さんによってね、求められるね、書類の内容とかも違うと思いますので、それはですね、ちょっとケースバイケースで、重さを具体的に把握をしてみてください。ということで、もうこの部分は、定型郵便ちょっと省いていってきます。一応定型外を前提にして、うちのところでは話をしていこうと思います。はい、そこ前提で。で、まあこれね、まず普通郵便ね、まあ最もすごく売れますよと。まあ、あと一応こっちにスマートレターも入れておきました。まあまあ、スマートレターはこれでさ、ね、履歴書っていうのも送れんことではないです。新書送れるんで、まあ大丈夫は大丈夫ですけど、まあね、保証もないですし、あとね、これ、今後また言いますけど、機械区分なんですよね。やっぱり普通郵便っていうのは、今定型外も機械区分になってます。基本的に全国にも導入されました。定型外用の機械区分機というのが導入されたんで、機械で分けます。そうすると何が起こるか。特に履歴書のような手書きで書くようなものの場合ね。宛名とかを手書きで書くケースが多いと思います。まあまあ、印刷ね、する人、方もいるかもしれませんけど、個人で出す場合はあんまラベルシール使わないですからね。そうすると手書きで書くと何が起こるか。機械は読み間違いが多くなってしまうんです。どうしてもね、こればっかしはね、もう防ぎようのないところですんで、全部が全部、ね、機械で弾かれるとは言いませんよ。ね、ですが、これはやはり、手で見て、割られる以上に、機械がその手書きの文字を読み取った場合の方のが、遅延、配達、誤配にはなかなくても、誤区分という形でですね、要は別のところに郵便物が運ばれていっちゃいますと、東京に届けた郵便が沖縄の方に届いちゃいましたとかって言ったら、またそこから船に乗ってどんぶらこどんぶらこやってくるわけですから、もう1週間とかね、余裕で経ちます。私が一番遅延した郵便配達予定日から10日以上かかったケースがあります。というのもありますので、これはやはり、それに対する保証はないですから、そういうもんなんですから、郵便っていうのは、ね、そういう前提ですので、これは、あくまでも避けた方がいいと思います。で、まあ、確かに一部でもでもやっぱし多いのはこれですよね。見てるとね、いろんなね、採用のやつ見てますけど、言うてやっぱ普通郵便が多いかなと。で、まあ、ですので、やはり、ね、何百人とか入ってくるようなね、エントリーがあるような大企業の場合、大企業もね、意外とって逆に大企業の方の方が配ってましたね。採用シーズンになるとね、量が増えるんで、結構、車でね、ブブブブとね、はいよーってね、ドーンってね、ケースに入れてね、はい、これまとめて、ドーンってね、お渡しするようなね、感じでね、やってましたね。そうすると、やはりね、何百通の中に埋もれてしまう。まあ、なかなか差別化難しいのかな。
というので、マイナスのイメージも、まあ、普通指で出したので不採用にしますって言われることはないと思いますけどね。どうなんでしょうね。まあ、バイトの場合はこれでもいいと思いますけどね。でも逆に急いで出した方がいいのかなっていうふうなことを考えると、次に出てくるのが。